大変です。会場で今にも溺れ沈みそうな助けを求めている方がいます。今手を挙げています。大変です、助けてと言っています。会場で今にも溺れ沈みそうな助けを求めている方がいます。会場の皆様、海側をご覧ください。119番通報によりこれから皆さん、会場右側をご覧ください。119番通報により救助艇ゆめはまが勢いよく侵入してきました。かなりの速さでゆめはまが行ってきました、はい、このゆめはまには乗船した水上消防救助部隊、水難救助隊の潜水士がこれより救助活動に当たります。この近さというものも皆さんぜひ間近でご覧いただきたいと思います、はい、今救助ポイントに到着しました、はい、ゆめはまから水難救助隊が勢いよく会場に飛び込み救助に向かいました。これであっという間にまずは水難救助隊が要救助者を確保しました、はい、ロープのようなものでですね、救助者の方を連れて、はい、おります。今つけている状態ですね、はい、これで見事救助艇ゆめはまの上に救助いたしました、はい、会場から拍手が上がっております。さあ、そして急いでですね、救出した要救助者を消防艇横浜に搬送します。今会場左側を旋回して中央におります横浜に搬送いたします。はい、そしてですね、海で救助しました潜水士の方、ノートでこのように救出されるということですね。はい、どうですか皆さん、このスピード感、はい、さあここで横浜の方に要救助者を搬送いたします。はい、皆さん大きな拍手をお願いいたします、はい、大きな拍手ありがとうございます。ありがとうございました、潜水士の皆さん。さあ、さあ消防ちょうど今、はい、要救助者を搬送して横浜に乗せているところだということです。ちょっとこちら側からだと見にくいかなというところなんですが、はい、今どうでしょうか。上にちょうど今上がっている模様がですか、ね、はい、少し見えますかね、はいはい、消防で横浜に搬送完了したという情報が入りました。そしてこれからヘリコプターで要救助者を病院に搬送します。消防艇横浜は消防ヘリコプターから航空救助隊員が降下することができるためのスペースが確保されているんです。ベイブリッジの上の方、はい、ヘリコプター来ました。やってまいりました。皆さんぜひ上空をご覧いただきたいと思います。こちら横浜市消防局航空消防隊浜千鳥1が飛来してまいります。徐々にこの横浜に近づいております。このヘリコプターは政令市として初めて導入されましたイタリアのアグスタ・ウェストランド社製 AW139 型となっています。このヘリコプターの特徴、中型のヘリコプターの中で最大級の大きさとスピードを兼ね備えているため多くの人を一度に乗せることを可能とし、最速36km で縦断することができるそうです。要救助者を迅速に医療機関に搬送するためヘリコプターによるこの後救助活動が行われます。さあ現在浜千鳥一は、この2の上を見ておりますが、この押し込まれ平均で本当に動いていると思います。
後ほどまた戻ってきます、はい、ということで爆音でしたけども皆さん、はい、いろいろ説明してたの聞こえてましたでしょうか。大丈夫でしたかね。はい、ちょっともう一度皆さんからよろしければ大きな拍手いただきたいななんていうのもあるんですけど、拍手お願いします。はい、ありがとうございます。で先ほど行われたのはホイスト救出活動といいまして、で空中でねヘリコプターが止まっているホバリング技術というのも非常に高い操縦技術が必要だということです。素晴らしいです。この港にどんどんと船たちも集まってきております。さあヘリコプター徐々に戻ってきてまいりました。ヘリコプターは水難救助訓練のフィナーレとして最後に皆さんの前にもう一度、会場皆さんから見て左側から右側の方へ通っていきます。楽しみに構えておいてください。はい、皆さん大きな手を振っていただきたいと思います。ではこの間に少しハマチドリ氏のご紹介もさせてください。航空消防隊ハマチドリはヘリコプターの機能及び機動性を生かした活動を日々行っております。さて海などでの水難事故、山岳地での事故、高層建物での屋上からの救出など多岐にわたる救助現場でヘリコプターの特性を生かした救助活動を行ってくれています。また病院までの長時間の搬送も陽性地域の救急搬送もしてくださっています。おそらくこれでもう一周してから皆さんの前に登場してくれるそうです。今日は海の上でも救助を行ってくれましたが、その他に地上からでは確認できない情報の収集やヘリコプターからのカメラ映像を地上に送るなど浜地鳥の特性を生かした活動も日々行ってくれているそうです。さあこの旋回が終わったら戻ってくるそうです。さあ皆さんいろいろと構えておいてください。おそらく会員の方がドアを開けて手を振ってくれると思いますので、はい、皆さんも手を振る準備をお願いします。お願いいたします。こうやって本当に皆さんが、ね突如こういうことに巻き込まれた際にはですね、本当に頼りになる存在です。なかなか普段は見ることできない、今日は晴れ舞台ですので、皆さんそういった思いも込めてぜひ手を振ってあげてください。さあ近づいてきました。徐々に皆様のもとにハマチドリ1が出てきます。まずは太鼓橋側から行きますよ。いいですか。うわすごい、こっち向けてくれてます。あ、大変ですね。さあ皆さん手振ってください。ありがとう。ありがとうございます。はい、皆さん手振ってください。はい、